後ろ足の伸びを感じましょう。後ろ足は斜め45度とかに向けます。膝を少し外側に意識しましょう。ぐーっとお尻を下げて後ろ足の伸びを感じていきましょう。膝の向きが内側に来ないように注意しましょう。反対足も同じように行っていきます。つま先を曲げ、股関節を少し外側に開くように意識します。ぐーっと曲げて足の付け根から体をしっかりと持っていきます。